皆さんこんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。221名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。僕はですね、本当に今ファッションもそうだし、まあ、髪型もそうですし、こう生き方もそうなんですけども、こだわりがマジでめちゃくちゃあって、で仕事もそうなんですけど、で前回ちょっとお話しさせていただいた今、福岡市の中洲の、キャバクラで黒服のボーイとして、働かせていただいてるんですけども、プロ意識って考え出したらもうとことんやり出すタイプなんですよ、僕の場合。で基本的に今これは業界的にあれなんですけど、女の子がドリンクを頼む時とか、すいませんって言われたら黒服負けだと思っていて、もうすいませんって言う2秒ぐらい席にこうスッて影のように入って、で女の子が書いたドリンクの紙をスッてこうもらうように、もうお客さんからしたらもう自然の流れすぎて、なんかもう何もうそれすら気づかないっていうのがやっぱり僕は美学と思ってるんですよ。でこれも本当に細かい話になるんですけど、だいたいドリンクの紙があるんですよね、書くときに。でテーブル番号1番で名前、例えばあゆみとかあゆみハイボールとかって書くんですけど、この女の子がだいたいですね、書き出すときにペンをカチッってした音で僕はもう気づくんですよ。あ、これもドリンク出るなと。でカチッっていった瞬間に行っちゃうと、まだ書き終わってないのになんかボーイが来てるってなると、お客さん気づいて、え、どうしたのどうしたのって言ったら、テーブルの雰囲気を壊してしまう。これってクロップとしてやっちゃいけない行為だと思うんですよ。かといってカチッとやって時間を待ちすぎてテーブルに行って、すいませんって言われてしまっても負けみたいな。じゃあどうするのかっていうと、もう基本的に女の子の名前みんな覚えてるんで、もう想像するんですよ。女の子がカチッってやって、まずテーブル番号を書くだと書いて、この筆跡じゃないけど、この指の文字を、僕目がめちゃくちゃいいんで、テーブルでこう指の何を書いてるかっていうのも想像するんですよね。あゆみはいぼぐって書くと思うんですけど、はいぼらへんで行ったらもうテーブルのとこに行って、で書き終わってこう女の子が顔を上げた時に目があってももらうみたいな、もうこんなとことかめちゃくちゃ考えるんですよ。あと基本的に女の子のストレスは全部なくしてあげたいっていうか、なくしたいって僕は思っていて、その時にテーブルをめちゃくちゃ観察するんですけど、女の子がちょっとこうマッチ、お客様がこうタバコを吸う時にマッチをこう出すと、マッチを出すこの箱をこう出す時にこう手を伸ばそうとするのめんどくさそうやなと思ったら、もうしれっとそのマッチの配置を変えたりとか、こうお客様がトイレに行ったらおしぼりをお渡しするんですけど、おしぼりを入れるこのゴミ入れがいつもなんかこうこんな感じでやってるなと、ちょっとこう手前にやったりとかっていう、もう細かい、別に言わないですよ、あれ僕が実は書いてましたとかもう言わないですよ。そんなもう気づいたら変わってる、気づいたらなんかめちゃくちゃなんか働きやすい職場になってる、気づいたらめちゃくちゃ綺麗な職場、気づいたらなんかストレス全然なくなった、気づいたらこの仕事はめちゃくちゃ働きやすくねみたいな、そこまでやりたいですよね、そこまでやりたいですよね。でこれまだ未定なんですけど、今月の25日ですね、東京、新宿に行きますんで、歌舞伎町のですね、またこの夜の業界も実は僕気になっていて、そこでもっとこうプロ意識というか、こうもっといろんなものを学んでですね、やっぱ自分の、まあ、信用じゃないですけど、やっぱキャバクラってめちゃくちゃ面白くて、やっぱチップとかもらえたりっていうのもあるし、やっぱ自分の信用がそのままお金になるっていう瞬間が結構あるって、これがまあある意味モチベーションの一つでもあるんですけど、もうもっともっとですね、こだわりを持って、もうファッションもそうだし、恋愛に対してもそうだし、仕事に対してもそうだし、もう全部そうですね、こだわり持って生きていきたいなと思いました。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん失礼します。